かなり高い、高いですね。ただまだボールは清水会計、長崎サポーターからも大きな拍手が送られる。リサロがシュート決まった、清水同点、素晴らしい。アディショナルタイム、ビューティフルゴール、リサロの同点弾、清水も今シーズン初得点です。まあこれはもう山田選手も狙ったクリアではなかったと思うんですけども、たまたまリサロ選手のところに行ったと。ただここからこの振り向きざまに右足で合わせるこの技術っていうのは非常に素晴らしいと思いますし、